こんにちは、みゆです。はい、カメラマンの山ちゃんです。です。はい見てた方は続きだってわかると思うんですけど、うん、せっかくなんでこのまま、はい、ファーウェイさんのウォッチ GT4 を使って、そうですね、うん、せっかくあるのでもう残りラウンドしてって、はい、100キリ、まあハーフか、ハーフだから100キリはないんだけど、確かに、まあ、50キリですね、頑張っていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんで、うん、そのままちょっとラウンドをさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあパー3の127ヤードですね、ドライバーでいきます。何せ手前バンカー怖いので、越すのちょっと怖いんですけど、手前よりかはマシかなと。はい、じゃあアサミゴルフクラブさんの南コース3番です。はい、じゃあ行きます。ちょっと左にしようかな。お、良すぎたか、やっぱり。いやでも手前のバンカーに入るよりかはいいんじゃない？ナイスです。ちょっといい当たりでしたね。うん、行きましょう。うん、絶妙に岡キックしましたね。よかった、岡キック岡キックうわー、ここはもうまたこっちでやりますね。いや、パターの方が良さそう、事故なさそうだな。うわー、これ難しいな。右ちょっと、うん、でもナイスナイス、大丈夫、うん、全然なんかこうあれより強く打っちゃったらなんかいっちゃいそうだから、ですよね、怖いから。ナイスです。いけもうそんなうまくはいかないっす。ナイスボギーです。はい、でも連続ボギーですよね、さっきの、まあ、さっきっていうかちょっと前の動画からの下りでいくと、いや悔しいな。ナイスです、ナイスです。いや、ああいうとこだよな、悔しいな本当に。ショートはな、取れるからね。4の2パット OK。そういえばさ、みゆちゃんさ、はい、あのアサミゴルフクラブ、うん、今日お昼なんかさ感動してたじゃん。そう、あの私がよく行くあの焼肉のゆっちゃんっていうのがあるんですよ、都内に、うん、ご飯屋さんなんですけど、うん、そこの冷麺がすごい人気で、うん、冷麺を食べに行く人が本当に多い焼肉屋さんなんですけど、それが取り扱ってましたね、なんかすごい感動してたもんね。感動しました、初めてです、私なんか、うん、ゆっちゃん以外でゆっちゃんの冷麺を食べれるのが。お、ちなみにお味はどうだったですか。もうそりゃもう美味しかったです。お、あの冷麺の汁のあのシャリシャリってしてるんです、なんかシャーベット状なんですよ。なんか言ってたよね、うん、そう、それがめっちゃ美味しいんですよ、食べてほしい。あれですよね、山原さんが食べたのも美味しかった、山ちゃんが食べたのも。ああ、そう、あれね、写真ちょっと撮ったから貼ってもらうと、え、もうエアーズロックみたいな、食べてましたよね。食べてましたよね。でもあれ名前ポークソテーだからね。そうなの。そう、ポークソテーって書いてあって、まあ、写真載ってたんだけど、うん、あれ写真の2倍の人だった。そう、そっちに超えることあるんですね。エアーズロックだよね、あれ。エアーズロックでした。名前エアーズロックに変えてほしいよね。変えた方がいい、絶対に。そうそうそう、あれ本当にすごかったです、このぐらいでした、マジで。そう、びっくりした。びっくりですよね。あれすっごい美味しかった。ご飯美味しいのいいですね。アサミゴルフクラブさんはそう、撮影させてもらって毎回ご飯が美味しい。美味しい、いいですね、いいゴルフ場です。はい、ぜひ都内からもね、水戸降りて、うん、あの水戸の方ですぐなんで。確かにインとは近かったですね。そうそうそう、空いてればもうすぐ行けちゃうから、うん、って感じで。はい、お願いします。次行きましょう。南4のパー4、265ヤードですね。はい、はい、あー、ここ覚えてる、ここ左に落としたよね、確か左に行った。 OB がなんかだったんだっけ、あれかもにしたんだっけ。頑張れ。あ、
めっちゃ弾けてる。これもちょっとダメかな。じゃあ暫定採用して4打目。これは見えてないけどまっすぐ上にありそうなので、あそこのこのラインでいきます。これ右行っても跳ね返ってくるからです、ね、気持ちよくもうど真ん中、一時の間のど真ん中でいい、うん、狭いんでね、ちょっと丁寧にまっすぐね、まっすぐ。いい、いいね、ナイス、ナイス、プロ今いい当たりでしたね。楽しみ、どこら辺に落ちてるんだろう。行こう行こう、はい、もう行こう行こう。136とかだからユーティリティで行きますわ。やばい、てかこれ普通にやってもここに落とすのは難しいと思うよ、うん、狙いどころ。めっちゃ良かったですね。なんかもう1本しか持ってこないこの一択感がたまんないなと。だからそれこそさっき降りた時にも130パッて出たからもう、なるほどね、うん、ですです、もうこれしかないなと思って。平らだし、これはねちょっと左がちょっと怖いから。いや左行かないから大丈夫、ね、逆に右に行くから右の誘惑を取った方がいい。うん、おお、また右、やっぱり右か。あ、でも大丈夫大丈夫。ナイスナイス。なんか前回もこんな感じだった気がするけど。ナイス。うん。いいですね。いいね、いいね、うん、いいね。あれよりちょっと左行くと、こう傾斜で、ちょっとバンカーとかそっちに吸い込まれそうだから。危ないね。狙ってあそこに言ってるもんだから、すごいよね。ちょっと上達したかもしれない。残り20ヤード。3度で。どっちかっていうと左の方がいい気がしてます。落とす方ところはなぜならばこうなってるから。グリーンが20ヤードだからこんな感じで。チーン、しょうがない、ちょっと強めにパターで行こうかな。ちょっとパター重たいな、グリーンの手前が。うん、ちょっとなんか前にボコってるのもあるからね。ですね。ちょっと継続これでいきます。うん、うん、ナイスです。よし、ポーン。はい、下ってるからか、うん、からのね、上りだから。うまっ、よし、ありがとうございます。おー、ダボー、ありがとうございます。聞いてました、今入る前からピタッって言ってましたよ、私。本当ピンマイクは拾ってるんじゃん。うまっ、よし、ナイス、ダボ、かっこいい。え、来た、ミヨシ来た、これあ、ミヨシとかって言っちゃった。いや、ちょっと距離近、距離近、ミちゃん、ミちゃん来た、はい、ミヨシ、森先生のが、森先生ミヨシですもんね、呼び方、うん、そうそう、じゃあスコア入力してもらって、はい、記録、5、6の2パット、ナイスです。ありがとうございます。かっこいい。命中。百切り企画でコメントねもらってて、嬉しい。まあ、ちょっと見ていこうかな。ありがとうございます。はい、待ってましただって。百切り企画を。ね、なんか待ってないと思ってた。待って、誰しもが待ってないと思いながらも、そんなことないです。ありがとうございます。温かいコメント本当に嬉しいです。はい、アサミゴルフの16番のショートホールかな、はいはい、とある女性 YouTuber 7番アイアンが池に沈んでます。マジで、回るときに気にしてみてください。100切り頑張れ。16番が分かんない、吹っ飛んじっちゃったってことですかね。3コースあるからちょっとどこかが分かんないけど、でも名物になりそう、それしてたら。ショートホールの、まあ、池だよね16、うん、今日回れなかったですね。
まあ、100切り頑張れって書いて、もうでも応援してくれてますね。嬉しいです、ありがとうございます。今日頑張ります。応援してもらった結果どうでしたっけです。ありがとうございます、ごめんなさい。でも今日調子いいからね。そうですね、うん、かぶっちゃった、まあ、等身大でありのままをお届けしてます。はい、じゃ前半2本目が、うん、かしこまりました、懐かしい、私の口癖？ああ、口癖だよね。確かに。かしこまりました。かしこまりましたって。なんかさ、それ言えばさ、うん、なんかこう、あの、あれだよね。うん。ね、確かに、なんか分かった感あるみたいな風に見える。実際分かってなくても。ごめんなさい、先生。はい。3本目。暖かくなったら100切れますよ。ですよね。ありがとうございます。暖かいコメント。今日、暖かいので、やりましょう。ね、追い込みプレッシャーかけます自分で。はい、あざます、あざます、ミスしても明るいみゆちゃんのメンタルはすごい、ただこの調子だと100切りはかなり厳しそうですね。まずは髪の毛を結んでまとめてみましょう。集中力につながるかも。ちょうど今日は結んでるので、お集中力満点です。ありがとうございます。確かにね、メンタルすごいと思います。撮影もしながらですからね。笑ってないとやっていけないですね。でしかもあの時の髪結ぶ結ばないは、うん、すいません、これ僕がなんか結んだ方がいいですかって言ってくれたのに対して、うん、気楽な撮影だからいいよって言っちゃったんだよね。これ覚えてて、へー、もう覚えてない、私逆に。そうでしたっけ。うん、そう、だからそう、自分がやりやすい方でいいよみたいな感じで、はいはい、そう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 。で寒いから多分ダウンヘアにしたのかな、わかんない、かな、 そこは定かじゃないんだけど、なんかそう一回行ってきて、でも別にそんなこうテレビ番組を撮るわけでもないから別になんかこうやりやすい方でいいよってこう、そう言っちゃったっていうのがあって、そうでしたか。そう、すいません、ちょっともしかしたらそれで集中力が途切れちゃってあのスコアだったのかもしれないです。そういうことなんですよ、実際実際実際。わかりました、じゃあ、はい、今日髪結んでるんで大丈夫です、あったかいですし、はい、ってことで、まあ、あのちょっと2ホール終わってなんですけど、うん、いけるかもしれないんで、残りの動画もちょっと楽しみにしてください。はい、